おはようございます。速稼塾の久保です。儲かる話儲かる話って言って儲からないことが結構多いんですけども、その原因がはっきりしているものがあればそれはすぐに改善できると思うんですよね。今日は無料アプリのみんなの銀行をまた紹介しようと思います。この無料アプリのみんなの銀行っていうのは、紹介コードを使ってダウンロードした後にその紹介コードをプロフィールに打ち込むと1000円入るんですよ。それだけです。で、この1000円をもっともっと稼ぎたい方は最大30万まで稼げるんですよ。その方法は他の人に同じように自分の紹介コードでアプリをダウンロードしてもらうことです。そうするとお互いに1000円ずつ入るんですよ。これだけです。で、なんでこれで儲からない人がいるかっていうと、私今ね、この動画撮ってるじゃないですか。例えばこういう動画で紹介活動してないから儲からないんですよ。単純でしょ？で、動画を撮るのが苦手とか、いやそんなインターネット使えませんよって方は別に隣にいる人にこのアプリダウンロードしてって言えばいいんですよ。今スマホ持ってない方って少ないと思うんですよ。だからそういうスマホ持ってない人だらけで固まってるんだったらしょうがないですけども、でもスマホ持ってるわけじゃないですか。お父さんもお母さんも身内の方もね。そしたらちょっとダウンロードしてよってそこに紹介コード打ってもらったらお互いに1000円入るわけですよ。ただこれだけです。だから物が売れない方とか紹介がうまくいかない方っていうのは活動してないんですよ。勧誘をしてないんですよ。お誘いをしてないんですよ、ね、あそこのラーメン屋うまかったよって言っても行かない人っていると思います。だったら一緒に行ってあげればいいんですよ。一緒に行こうよみたいな感じでね、一緒にダウンロードしようよ。単純です。ということでこのみんなの銀行、今最も稼ぎやすくって、そして次の日にはお金が引き出せますね。すごいでしょ。でそれがもしねどうしても嫌だったら近くのコンビニや牛丼屋でバイトをしてください。1時間なり2時間働くとそれ以上に稼げると思います。どちらをやるかはあなた次第。ただし何もやらなければ誰もお金はくれません。単純な話ですよね。何もやらずにただ文句を言って儲からねえ儲からねえって言ってたらそれは儲からねえよって話ですよね。そういう人がもしね国からお金が出てこないって言うんだったら、それは働かざる者食うべからずになっちゃうのかなと思います。理想は何もしないけどもお金が入ってくる形なんですけども、お金を払う人の立場になったら何もしない人にお金払いますかね。そう考えると今労力は必要最小限で、まあ現実味があるのはみんなの銀行かなと思いますんで、それをね動画概要欄に一通り貼っときますんで、その紹介コードでぜひエントリーしてくださいという話でございました。それではいってらっしゃい。